北京の夏は暑く冬は厳しいって聞いてたけど、これは本当に大変だ。でもこんな時こそ元気よく、早上好。あ、谷原さん。どうしたの？早上好。ちょっと体調悪そうだね。今天晚上你几点回家？啊，七点。哦，ちょっと。うわ、熱あるじゃない。風邪かな。谷原さん。ちょっと、みんなどうしたの？うわ、これは病院連れていかなきゃ。でも僕病院で何て説明すればいいんだ？え？あ、こんな時こそ。て、あ。谷原さん。あの、こういう時は、あれ。わかりました、チェンゾン。あれですね。あれ。こういう時こそ、日本連在北京を見ましょう。どうぞ。当你突然觉得身体不适的时候，语言不通会令人加倍不安。今天我们来到了北京市内的中日友好医院，这是日本患者利用率最高的一家医院。今天的主人公是石川惠女士，可能是因为最近太忙了，所以她感冒了。在这所医院里，病人先要在挂号处说明自己的病情，然后填写病历。您好，你好，请坐。挂一个号，您怎么不舒服了？哎呦，头疼、咳嗽、浑身发冷。请您建一个病历。哎，你填一下。在这里询问病人病情，然后告诉病人该去什么科治疗。来，请腋下。量过体温，护士把患者带到门诊室。请进。啊，您好。您好，请坐。谢谢，请坐。你怎么不舒服了？头疼、咳嗽、浑身发冷。哦，38.3度，啊，发烧了。你睡觉好吗？昨天只睡了3-4个小时。那让我看一下好吗？来，请张开口看一下。我说啊啊，好。你感冒了，我给你开点药吧，每天吃2次，每次吃2片。这是今天的关键一句，请再听一遍。我给你开点药吧，每天吃2次，每次吃2片，好吗？好。我给你开点药吧，每天吃2次，每次吃2片。好吧，你跟护士一块去吧。嗯。来打，好吗？好。那这样。再见。再见，祝你早日平安。注射是在另外的房间。你这个好像是得先洗头吧？最后在药房取药，每天2次，每次2片。就是每天2次，每次2片。嗯，谢谢。石川女士，请多保重。
石川さんと先生と随分会話を交わしましたが、はい、診察を受けている場面で繰り返しの部分がキーフレーズです。僕一個分かりました。はい、何でしょう。吃吃吃食べる、はい、素晴らしいですね。で他はちょっとちえちゃんの単語をチェックしてからもう一度聞きますね。はい、わ、はい、かりました。ちえちゃん、はい、ああ、ちえちゃんも復活してるまあね、はい、では谷原さん、今日のレッスンで使う単語です。時間や回数の数え方を身につけてくださいね。はい、はい、一天、一日、一个小时、一時間、一分钟、一分間、一个星期、一週間、一个月、一ヶ月、一年、一年、一次、一回、一趟、往復の回数の1回。はい、ありがとうございました。はい、はい、チェンソン、今度はリベンジを単語を覚えてきました。大丈夫ですか。はい、每天吃两次、每天吃两次。两次ってことはさっき一次だ、2回ってことですか。賢い、はい、はい、そして吃两次は、吃两、2回食べます。なるほどね、はい、漢字は每天吃两次。薬を飲むことは吃药と言います。実は今日のポイントですね、動詞の後に来るこの時間量や回数の話です。はい、この使い方、また他でもいろいろ出てきますので見てみましょう。はい、はい、黄鹤、西宁、お願い西宁、你每天看几个小时电视？我每天看四个小时电视。嗯。你每年放几个月暑假？每年放两个月暑假。啊？你放那么长时间的假？嗯。哎，黄鹤，你一天吃几顿饭？知道我在减肥，你还问？一天吃两顿饭。两顿？嗯。我一天吃五顿饭。五顿？你可吃的太多了。時間の長さ、回数がいっぱい出てきましたね。そうですね。で、今の会話から今日の方程式を探っていきましょう。はい、まずはこちら。你每天看几个小时电视？毎日何時間テレビを見ていますか？很好。答えは、我每天看四个小时电视。私は毎日4時間テレビを見ています。很好、いいですね。はい、それから、每年放两个月暑假。暑假っていうのは暑くて暇と夏休みってことですかね。あ、すごい、その通りです。毎年、はい、涼がですから2ヶ月間夏休みがあります。はい、はんはん、いいですね。もう一つは、一天吃几顿饭、一天吃两顿饭。うん、一日に几顿ですから、はい、何回ご飯を食べますか。はい、一日に2回食べます。ほうほう、よくできました。今日の方程式はこれです。動詞、肝心ですね。動詞の後に時間の量や回数ですね。で、目的語がもしある場合は、なんと動詞と離れてこの時間量や回数の後ろに目的語を置くということですね。